24歳、打率3割とんでぼりん、28本塁打、73打点、OPS9 割3分2厘の成績を残した選手は誰だ？正解は中田翔選手でした。今回はこの成績に対するスレを紹介します。理想の4番、バキリカゲよ、バトルフェイスしてるわ。これがレフト守ってて唯一 WAR 高かった時、この後亡くなったんだよね。今の時か、パンチ力あるのええよね。3台、あのデッドボールがなければ、中田、山田哲人、あと1人は、前田、藤波、小笠原。新球場のこと考えたら生え抜きスターとして日ハムに追ってほしかったな。札幌ドームと相性最悪だったのがもったいない。でも外野から洋内野になれたよな。ファースト転向失敗する外野手多いのに。俺たちの理想の中田渡す10本足した中田だったよな。40は打ってほしかった。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。